はい、こんにちは、シマ TV へようこそ。本日は、11月6日火曜日です。で、まあ、最近2週続けてイベントに行ってまいりました。でそこで、まあ、皆さんにそんなカメラでどんな動画が撮れるんだっていうふうにたくさん質問を受けたんで、一応その撮影の裏側っていいますか、どういう機材を使って、この前の、秋季大祭、秋季例祭と岡山市内の、地産地消マルシェを撮影したかっていうのをご紹介したいと思います。やっぱりんじゃよ。で、まあとりあえず秋季例祭、岩村神社と東豊野神社の、お祭りに何を使用したか。カメラはね、全部これです。 HDR-AS300 って言ってソニーのアクションカムです。サイズは、まあ、手のひらサイズ、タバコの箱の大きさぐらいですかね。でね、これ空間広角手ブレ補正もついてまして、すげえいい絵が撮れるんです。でグリップがいりますんで、この携帯用の三脚、こうやって置くこともできますん でこれを持っておみこしの動画は作成しました。まあ見ていただければ、この辺流しとくかな、見ていただければわかると思うんですけど、非常にいい絵になってるんじゃないかなと思います。でもこの三脚もね、これソニーのやつなんですけど、普通にどこですかね、100均とかで売ってる三脚でも十分使えますんで、ぜひカメラ試してみてください。三脚あるのとないのは全然違いますからね。携帯電話にしてもそうです。本当にこれから動画始める本格的に撮られる方は三脚は1個用意しておけばいいことになると思います。さてですね、日本一のイノシシを使ったイノマン焼きそばいかがですか。の岡山市内で行われた地産地消マルシェにはですね、ちょっとまあ大きいものを使いました。まあ、これ一着っていうんですけど、最初にうちで買ってきたやつかな。はい、でそこに自由運台と言いまして、こういうのをつけまして、でここにカメラを装着します。こんな感じですね。まあ、でこれはもうもちろん家具とか変えることができる。で自撮りをするときはこれの角度を変えて、こういう角度で撮ります。でこれの一番すごいのは1メートル70センチまで伸ばせるんですよね。ですんで、まあ、いわゆる超感図的な動画を撮りやすい。あとそうですね、まあ、岡山市内のような大きいイベントで行きますと、三脚を立てて撮影するっていうのは非常に迷惑がかかりますので、ですので一脚を持って行くようにしています。で収めるときは大体ここの こういう形で通常持ってます。これは本当あると1個あると本当に便利。まあ、これはね本当に1個あると便利なんで、ぜひとも購入されてはいかがかなと思います。もうね、この Amazon のベーシックってベストセラー商品だったんですけど、これもう売り切れてるっていうのが残念です。でまあ、ここの自由運台を買った方がいいです。まあ、今自由運台付きでも2000円ぐらいであるんで、ぜひとも購入されてはいかがかな。この HDR-AS300 は本当に名機なんで、
あの、いくらぐらいかな、3万か4万、まあ4万もしないと思いますので、ぜひ購入検討されたらどうでしょうか。一番、まあこれモニターがついてないんでね、ベッドモニターするのもいるんですけど、慣れてくればこれ次第で撮影できるようになります。おすすめです。では本当にね、これからの行楽シーズン、この一脚とこの HDR AS300 があれば非常に楽しい映画撮れると思いますので、車載にも行けますし、まあ、車載するときはまた車載する三脚みたいなのがいるんですけど、まあ、そちらも安いのも今出てますので、ぜひとも購入ご検討してみてください。本当にいい映画撮れます。まあ、唯一、まあ、光の関係で暗いとこは弱いっちゃ弱いですね。そんなところです。以上、新町 TV の動画をお送りしました。まあ、参考動画っていうのはこの辺に流してコメントを入れておきますので、そちらも理解していただければ幸いです。以上、新町 TV の動画をお送りしました。高評価拡散よろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。